続いてのニュースです。妙高市消防団の総合演習が妙高高原スポーツ公園で開かれ、団員たちが日頃の練習の成果を披露しました。これは消防団員の士気向上や技術の研鑽を目的に毎年行われています。団員550人余りが入場行進を行いました。今年の新入団員を代表して妙高方面隊第1分団第1部黒柳団員が宣誓しました。消防団員としての責任と誇りを持ち、市民の生命、身体、財産を災害から守るため、郷土愛護の精神と点検者に柏見えポンプ奏法では妙高高原方面隊畔上第4分団長の葬式で、新井方面隊第1分団、妙高高原方面隊第4分団、妙高方面隊第8分団が訓練を行いました。伝達終わり。また小型ポンプ奏法は妙高方面隊大久保第3分団長を葬式者に、新井方面隊第10分団第3部、妙高高原方面隊第1分団、妙高方面隊第3分団第2部が訓練を行いました。日々仕事をみんな持っている中ですね、時間を合間を見て練習しています。大会本番はですね、一番になれるように頑張りたいと思います。目標としてた県大会ですね、に向けてもっとが練習して頑張りたいと思います。はい、なお6月24日に妙高市ポンプ奏法大会が行われ、優勝チームが県大会への切符を手にします。